ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。こんばんは、ひらかずこと左和坂です。先週佐久長聖高校野球部の赤羽修太くんが甲子園のグラウンドで戦っている選手たちに向けた手紙を紹介しました。赤羽くんはベンチ入りメンバー発表の直前に大怪我をしてしまったそうです。自分はベンチには入れない、うすうす察していたかもしれません。それでも実際にベンチに入ることができないと現実を突きつけられたら、分かっていたって辛いですよね。もしかしたら応援してくれてる親の顔も思い浮かんだかもしれません。帰って親になんて言おう。小さい頃からずっと応援してくれていた親にベンチに入れなかったって伝えたらどんな顔するだろう。そんなこと考えたらもう涙が止まらなくなるんです。キャッチボールのボールが溢れる涙で見えなくなるんです。ところがその日の練習後のミーティングの時にキャプテンの寺尾くんが自分たちと同じように泣いてるんです。寺尾くんは2年半一緒に頑張ってきた仲間たちがどんな思いで頑張ってきたのかよく知ってるんです。泣きながらキャッチボールをしてる姿を見てその気持ちがよくわかるんです。そんな姿を見たら涙が止まらなくなったんでしょうね。赤羽くんもきつい時でも一番声を出して絶対に手を抜かない、本当に頼りになって尊敬できるキャプテンだって言っています。その寺尾キャプテンの涙がベンチに入ることができなかった赤羽くんのくじけそうな心を救うんです。チームのために最後まで自分たちにできる精一杯のことをやろう、そう思えたんです。部活を一生懸命にやることの最大の報酬はこの経験なんです。ベンチ入り、甲子園出場は目標です。最大の報酬はどんなに頑張っても結果が出ないこともある。自分の結果が良くてもその陰で辛い思いをしている人がいる、こういうことを部活を通じて学ぶことができる、この経験こそが人生の財産です。2人とも大きな財産を手に入れました。きっとこの後いい人生歩んでいきます。甲子園での試合は負けてしまいましたが、8回の裏には寺尾キャプテン意地の三塁打も目の前で見ることができました。佐久長聖高校野球部全員に感謝です。ありがとうございました。それではまた来週。We'll be right back.